どこ行ってたんだよ。またやってきたのか。一緒にやろうぜ。ふざけんなよ。どうだよ。かわいそうに。大丈夫よ。死にゃしない。牛乳買ってきて早く。死ぬって悲しいこと？パオが死んだら悲しいでしょ。そういうものなの。おはよう。おはよう。もうそろそろ来る頃じゃないかと思って待ってたのよ。さあ入って入って、パオちゃんも待ってるのよ。さあ早く。あゆちゃん、朝ごはんまだなんでしょ。すぐできるからちょっと待っててね。朝ごはん？あ、それからパオにミルクやってちょうだい。もう哺乳瓶なくても飲めるようになったのよ。はい、お願い。いただきます。いただきます。これ何？奈良漬け。食べたことない？おいしいわよ。食べてみて。気に合わなかったら食べなくていいのよ。
学校何時に出かければ間に合うの？今日は行かない。そう、ちょうどよかった。で、私と一緒に出かけよう。え？今日はね、月に一度の遠出の日なの。冷めないうちに早く食べよ。墓参りは初めてかな。退屈じゃろうな、若い人にとっては。清野さんはいつも1時間はああしたまんまじゃ。雨の日も風の日も旦那さんの月命日には必ず来られる。律儀なお人じゃ。旦那さんだったんだ、あの人。昔一日限りの結婚というのがあったんじゃが知らんじゃろうな。一日限りの結婚？うん。日本とアメリカが戦争しとった頃のことじゃ。その戦争の末期、敗色濃厚になった日本軍は特攻隊という作戦を取った。爆弾を積んだ飛行機に乗ったまま敵の戦艦に突っ込んでいく。ひどい作戦じゃ。若い命がたくさん散った。死ぬと分かって出撃する隊員たちにせめていい思い出を作ってやりたい。見送る側のそんな思いで始まったのが一日限りの結婚じゃ。千代野さんの旦那さんも特攻隊じゃった。二人はそうして結ばれたんじゃ。